謎の男、その名はライダーマン。偉大なるデーストロンの資料、今ここに最高幹部によって結城ジョージは死刑と決定いたしました。わかった鎧元帥、結城ジョージは殺すには惜しい科学者だが。資料、お言葉ですが、結城ジョージはこれまでに数々の裏切り行為をした男です。最高幹部の決定は私の決定と同じだ。結城ジョージの死刑を命令する。では早速。デストロンの科学者結城ジョージは裏切り者として死刑を宣告された。だがそれは結城の力を恐れる鎧元帥の罠だったのだ。無実の結城ジョージにデストロン処刑部隊が襲いかかる。ライダー V3。 うん、ライダー V3 と違うな。貴様何者だ。復讐の鬼だ。なんだと。デストロンガス、デストロンガス、ヘルパーク、ヤー、オッ、ヤー、オッ、ヤー、自らの右腕を改造しライダーマンとなった結城ジョージ。強敵カマクビガメを粉砕したものの、彼の裏切りの罪が晴らされたわけではない。デストロン科学者結城ジョージの孤独な戦いが今始まる。